バントマークと高校一郎、就職一郎、逮捕で一郎、合計サロンのひろしです。よろしくお願いします、金髪マークということで。そうですね、もうホストやるしかないと、いうことでね、逮捕されたことにより多額の負債を抱えてしまいましたので、はい、働きます。では自己紹介の方よろしくお願いします。今一事件勝又拓也の弟の高瀬智文です。よろしくお願いしま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 す。いまいち事件という事件の犯人とされているのがお兄さんという。はい、兄です。それ事件は何歳ぐらいの時でした？2005年で私が15歳の時でした。あ、15歳まではお兄さんとは仲いい感じでは？仲いい感じで、逮捕されたのが2014年で私が23なんですけど、だいたいその事件発生から8年半後に逮捕されるんですけれども、それまでは普通に兄弟してました。仲のいい。家族もみんな仲いい感じで？家族関係はちょっと複雑で、兄と養父、私の実の父なんですけど、が仲が悪くて、家族関係なんですけど、私と兄って父親が違くて、台湾人の父親の元にお姉ちゃんとお兄ちゃんがいて、その下に私の母と日本人の父で、兄弟が下に3人いるっていう感じで。で、5人兄弟。5人兄弟。なるほどですね。あ、5人兄弟。お兄様がご長男さんだったってことですか？はい。お金持ちな家庭なんですか？それともちょっとお金はないような感じの？私が生まれた時は、私の実の父が事業をしてて、老人ホームとか病院とか持ってて、結構バリバリ稼いでて裕福だったらしいんですよね。で、5歳ぐらいの時に詐欺に遭っちゃって、経営権失って、そこから貧しくなって、お母さんがその古物商、雑貨とかを仕入れて売ってて、でそれが割と当たって、まあ、普通の暮らしができるって感じになって、2014年に母と兄が逮捕されてから、また生活がククンと落ちて。お母さんも逮捕されてるんですね。お母さんも逮捕されてて、商標法違反でお母さんも逮捕されてます。それがさっき言った古物商、偽ブランド売ってました。あ、偽ブランド。はい。2012年から偽ブランド売ってて、それまでは普通に真面目な古物商やってて、はい、途中から偽ブランド売り出して、その偽ブランドで捕まっちゃったみたいな感じですね。育ちは日本ですか？日本です。生まれも日本ですか？生まれも日本です。あ、もう兄弟全員そうですか？いや、長男、長女は台湾生まれ、半分日本育ち、半分台湾、半々ぐらいですかね。へぇ。お兄さんとはなんか遊んだりもされてたんですか？遊んでました。なんかどういう遊びですか？普通に秋葉に買い物行ったりとか、私も兄もオタクだったんで、プラム買ったりとか、エロ本買ったりとかエロゲー買ったりとか、なんかそっち系が多かったですよね。はい、はい、とか運転好きだったんで、兄がドライブしてもらったりとか、ゲーセン行ったりとか、なんか仲のいい兄弟みたいな感じで遊んでました。そのなんかちっちゃい女の子が好きとかはあったんですか？あって、ロリコンなんですよね。ロリコンなんですけど、中学高校生以上ぐらいが好きで、小学生が対象かっていうとそうではなく、グロい系が好きとかでもない？あ、グロい系はあんまりで、でも持ってはいたみたいですね。いわゆる当時違法な動画とかを入手しやすかったんですよね。で、お兄ちゃんそういうの入手して転売してて、なんでそういうのも持ってて、まあ、興味は若干あったのかもしれないですね、そういうのも。そんなの、じゃあ殺傷事件起こすような感じでも？どうなんですか、なんか性格からだけだとやっぱ分かんなくて、やっぱ殺人事件と性癖とかその性格は全然違くて、ロリコンとかもそこまで関係はなさそう。あの、この事件が猥褻行為があるっていう感じだったら絶対にそういう性癖とか疑われるんですけど、この事件そういう側面がなくて、その性的暴行の跡がないんですよね、ご遺体に。なんですけど、小学生の女の子が裸で見つかったっていうところだけで結びつけられちゃって、どう評価するか難しいですね。その事件の概要といいますか、お聞きして大丈夫ですか？はい、2005年の12月1日に起きた下校途中の小1の女の子が誘拐されて、翌日茨城県の山中で遺体になって見つかったっていう事件で、そのご遺体が胸を10箇所刺されたことによる失血死、で何も着てない状態で見つかったんで、で遺留品とか物的証拠が一切見つからず、8年半ぐらい未解決って言われてて、でそのまんま地元では迷宮入りって言われてましたね。それは急遽お兄さんが犯人だと疑われて、急に2014年になって商標法違反で別件逮捕されて、その取り調べ中に兄が犯行をほのめかしたっていうことになり、そこから120何日間拘留されて、取り調べ受けて、殺人に対する取り調べを受けて、最終的に自白をして兄が犯人っていうことになりました。あ、自分で言ったんですね。最後はどういうふうに言ったかとか分かりますか？最初はほのめかしたっていう感じで始まって、ほのめかすっていうのはどんな感じだったか分かりますか？殺害したって言ったところですか？最初に。あ、そうなんですか？
そうで、その時どういう感じだったかっていうと、検察官に取り調べを受けてたんですよ。君人殺したことあるよねって言って、いややってませんみたいな、いや僕関係ないですって言って、そこから3時間ぐらい延々と罵倒され、で最後にここにサインしてって言われてサインして、そしたらそこに殺害したっていうのが書かれてた、書かれてる供述調書だったんですよ。で読み聞かせされてるんですけれども、お兄ちゃんはパニックになってしまって結局そこにサインしちゃって、でそこから取り調べが始まって、日本の法律だと殺害した殺したっていうだけじゃ自白にはならなくて、いつどこでどのようにっていうのを言わなきゃいけないんですけれども、それをその123日間かけて徐々に言っていって、2月ぐらいから取り調べが始まったんですけど、6月3日に殺人で逮捕されて、その後の取り調べの中でこういうふうに殺しましたって具体的なことを言って自白ができたっていう感じなんですよ。本人は殺してないって言いつつも、その自白はしてる。あ、そう、自白はして、裁判になって私はやってないっていうのを否認して、これも強制されて言わされた自白であって、私は殺してないし関わってもいないっていうのを裁判の場で言った。でそこからずっと今に至るまで否認を続けてるっていう感じですね。なんで一回自白してるんですよ、こういうふうにここでみたいな。あ、それがさっき言ったその事件の概要と一致したってことですか？そうなんですよ。最初だんだん一致しなくなっていくんですか？はい、最初その30分前に誘拐現場から3、40キロぐらい離れたところで DVD と漫画借りてるんですよ。で借りてて、その足で家と真逆の方向に行って、その女の子を誘拐して連れて帰る時も4時間ぐらい40キロの距離をうろちょろしたことになってて、その末に家に連れ込んで裸にして猥褻行為をして、その家から連れ出して80キロ離れたところに一応連れて行って解放しようとしたけど、顔見られてるからまずいと思ってそこで殺した。でそのまんまそこで遺棄したっていうのが自白として出来上がってて、一審ではそれが事実だよねみたいな、実際にご遺体の傷とお兄ちゃんの供述が一致するし、殺害現場も遺棄現場と一緒だよね、でお兄ちゃんの言う通りやれば殺せるよねっていう感じで一審は終わったんです。二審では全然変わって、そもそもお兄ちゃんの自白通りに殺すことが不可能だっていうことを弁護団が実験して分かるんですよ。実際にお兄ちゃんの自白通りだと、20キロの女の子の左肩を掴んで立たせた状態で、手首と足首にガムテープを貼った状態、あと口にも貼った状態で胸を10回刺した。あ、立った状態なんですか？立った状態で、しかも傷口横なんですよ。立ってる女性に対して横に、こうかこうじゃないと刺せないんですよ、はい、で傷口から見た時に、そもそも立った時にこうやって刺した、じゃあ刺したならいいけど10回刺してるのに立ったままずっと10回いたんって言ったら、いや手で押さえればいけたっていうことを言ってて、じゃあ崩れ落ちなかったのって言ったら、あ、5回ぐらい刺したら崩れ落ちた、でもう1回刺したみたいなことを言って、それおかしくねってなって実験したらありえないみたいな、そもそもじゃあその口とかにガムテープとか貼ってたのにもかかわらず悲鳴はなかったのとか、臨場感が一切なかったんですよ、その自白に対して。で自白は嘘っていう形になったんですね、うん、裁判所が認めて、その殺害に関する部分に関してはお兄ちゃんが嘘をついているから、お兄ちゃんが言ってること自白内容と矛盾してても当たり前だよね、うん、ただお兄ちゃんは最終的に殺したって言ったじゃんってなって、通常であれば自白って本当か嘘か二択なんですけど、この事件だと部分的に解釈されて、殺害に関する部分は嘘だけれども、総括してみればやってるって言ってるから本当だよねっていう形で認定されてしまって、殺害の方法とか殺害日時とかそういうのが全然違うのにもかかわらず、まあ、有罪っていう形で終わってしまってて、自白してしまうほど、じゃあ追い込まれたってことなんですか？追い込まれましたね。なんか叩かれたりとか、被害者の方殺してごめんなさいっていうのを50回書かないと晩飯抜きだとか、もう暴言、クズお前寝れてるのかみたいな、寝れてないって言ったらクズの割に人間みたいな気持ちがあるんだな、このクズがみたいな、ずっと言われ続け言っちゃったみたいですね。そういう取り調べって違法ではないんですか？日本では違法にはならない。あ、もう時効成立しちゃってダメだったんですけど、訴えれば捜査官を処分することはできたらしいですね。弁護士さんに聞いたらしなかったみたいなんですけど、まあ、それどこじゃなかったんで。あ、はい、その120日効力も長めですよ、普通じゃ考えられない。一件につき20日間っていうのが基本的なルールなんで、はい、120日なんて異常に長い。異常、これってなんか、うん、トリックがあって別件逮捕してるんですよ。で、はい、別件逮捕してるから身柄は留置所にいるんですよ。でその時に数ヶ月にわたって任意
っていう形で取り調べをするんですよ、うん、で最後の最後に固まった時点で逮捕して、そこから録音録画した状態で20日間やるっていう、でこのやり方がそもそもグレーゾーンなんですよ、うん、でも任意でずっとやって最後の最後で捕まえるというか令状を取って取り調べするっていうのができちゃうんですよね、日本の制度だと。一応任意ではあったんです。任意なんですよ。取り調べから逃げることもできたっちゃできたってことですかね。できない。あ、できない。留置所にいて、商標法に関してはすぐ認めてたんで保釈請求、まあ大体通ったりするんですけれども、うちの場合だと通らなくてそのまんま留置所で四六時中123日間にわたってずっとされてたみたいな。人質司法とかっていう言葉で呼ばれるんですけど、日本ってできちゃうんですよね。それが、それ最初のその自白を紙に書いたっていう話じゃないですか、はい、あれは日本語が分からなかったとかではないんですか。日本語は理解はできたはずなんですけれども、そもそもその書類がどういったものなのかっていうのは理解してなくて、なんか本人の話によると後でいろいろ操作してもらえば分かるっていうのがあって、とりあえず今はもう怒鳴り続けられるのが嫌でサインすれば終わると思ったらしくて、それでサインしたって言ってましたね。なんですけれども、その手続きに違法性があったっていうことで、この事件ではその最初の自白はなかったことになってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、違法、その取り調べ自体が違法ってな認定されて、6月の最後の最後にした供述調書だけ残ってて、それが今の有罪を支えている自白になってるっていう。当初その高須さんはお兄さんが捕まった瞬間どんな感じだったんですか。最初別件逮捕された時に知ったんですよ。あの、あとうとうバレたかみたいな。偽ブランド売ってたのも知ってたし、違法だっていうことも知ってたんで、あとうとうバレたかっていうぐらいで、はい、さて日本に帰って仕事するかみたいな、いろいろ家族のこともあるしっていうので、あ、その時台湾に住んでて、で日本に戻ってきて、で1月ぐらいに逮捕されて、2月に警察から電話がかかってきて、ちょっと家宅捜索したいから立ち会っていただけますかって言われて、その時に令状を見せられて、殺人って書かれてて、えっていう感じで。ちなみに台湾にいらっしゃったじゃないですか、はい、大学は台湾とかですか。日本で工業大学出て中国語を喋りたいっていう気持ちがあって台湾の大学院に入ろうとしたんですよね、はい、でその準備中で留学してる時に巻き込まれて日本に戻ってきたっていう感じですね。じゃあ大学名とかは聞かない方がいいですか。あ、いや全然。日本工業大学っていう埼玉の工業大学で、はい、台湾の大学院目指してたのは台湾大学のそういう機械系のところに合格しそうではあったんですか。あ、もう論文だけ書いてで通せば多分君なら通るよみたいな、語学留学してるスクールが台湾大学のだったんですよ。で学校の先生とかに割と喋りやすくて、なんかこうどうしたらいいですかとか何が必要ですかとか聞いていろいろ準備は整えてて、もうすぐっていうところでダメだったみたいな。あの兄とお母さんが私の学費出してくれてたんで、2人とも捕まってしまったし収入源も途絶えるからこらえかなっていう感じで、まあ、学費が捻出できないってことですよね。はい、奨学金も普通の4代の時に日本にいる時に借りてしまってて、妹も台湾大学に通ってたんですけど、でそれで妹も借り入れしちゃってて家計上借りれない、まあいろいろ借り入れ金が多すぎてっていう感じで諦めて。お兄さんは大学行ってたんですか。中卒です。あ、そうなんですか。はい、まあ中学も引きこもりっていうかあんまり日本語が喋れなくて、その当時はあ、まあ、いじめにもあったりとかして不登校みたいな感じになってて、もう高校には進学せずフリーターしてましたね。あ、で逮捕理由が偽ブランドですよね。偽ブランドの保管の罪。あ、保管の罪。そのお母さんとは一緒にやってなくて保管の罪で逮捕されて。保管もダメなんですか。あれ譲渡目的で所有している場合は保管もダメ。あ、買って持ってる場合は大丈夫って。大丈夫。あ、そこまでお金に困ってたってことですか。そうですね、実の父が働かなくて、いわゆるうつ病っていうか統合失調症になってて。統合失調症って何かあったんですか。なんか事業に失敗して、あ、乗っ取られちゃった。はい、乗っ取られちゃって、その後の事業とかもやったんですけどそれもなんかことごとく全部失敗して、で、まあ、ご兄弟多いんで台湾大学とか通ってるんで、そのお金のために2000ブランドでも何でも、そう、なんか私たちの学費とか生活費のために、うん、まあ、普通のお仕事じゃ稼げない金額が必要だったんで、うん、でかつそのお母さんも病気持ってて白血病の、今は難病指定されてるんですけれども、そういうのにかかってしまって、とにかくお金が必要でやってしまったっていう感じですね。やっぱ相当長く稼げるんですか。1000万ちょっとぐらい言ってたみたいですね。それはじゃあ逮捕によって多分世帯収入がなくなる。はい、
そこからはじゃあ個人で働いて、個人で働いて、で私も働き出して、家族の足りない分は私が仕送りしてみたいな感じで、妹の学費とか、あと子育て中のその別の妹もいて、そっちにお金こう流してて。ご自身じゃ結構稼ぎられてたんですか？いや全然なんですけど、その15、6万ぐらいは家族に仕送りできる余裕はあって、食費を抑えて、で会社も寮があったんですよ。で光熱費込みでめっちゃ安くて、で十数万円ぐらいは余裕のお金作れて、それを家族に振り分けてたっていう感じで。それ何のお仕事ですか？機械の組み立て、いわゆるカメラとか内視鏡とか、そういうやつの完成の一歩手前まで組み立てる会社だったんですよね。はあ。お兄さんが捕まったとしても、その就職に困ることはなかったんですね。そうですね、あの名字が違ったのもあるし、あ、検索で引っかからない。はい、検索で引っかからないし、でうちの家族の名前も全部うちの父親の名前使ったんで、バレることもなく、普通に就職はできて。じゃあそのお兄さんの影響で困ったこととかは？私自身はないんですけど、母とかは大変でしたね。そのやっぱ台湾人であって名字一緒だし、で働けなくて全然しばらくで、妹のうちはもうメディアの人がわーってその時押し寄せて、なんか職場まで来ちゃったんですよね。辞めなきゃいけない状況になって大変だったんですけど、まあ、幸い私はその時のメディアの人たちは私のことを見つけられなくて、たまたまなんで、私はその被害をあんまり受けなかったんですよね。お兄さんがだんだん冤罪かもみたいになっていくわけじゃないですか。はい。その時にやっぱお兄さんの味方って感じだったんですかね。最初は一般市民と同じぐらいの情報しか持ってなくて、まあよくわかんないみたいな、まあやったって言うならやったのかもしれないとかって思ってた時期もあって、なんかそれがこういろいろ見ていくうちに、あれ？っていう感じになってて、そもそもお兄ちゃんがこの犯罪をしたのであれば、どうやってやったのっていうのが説明がつかなくて、お兄ちゃんの自供だけではそもそもこの犯罪自体をその一人でできたのかみたいな、複数犯いてもおかしくなくないみたいな感じで、あまりにもおかしいことが多くて、例えば犯罪したのであればほぼ DNA ってつくんですよね。裸のご遺体を持ってそれを運んで茨城県の山中まで行って、車から下ろして10メートルぐらい下の斜面30度ぐらいあるところ下っていって、そこにポンと置くんで、まあ、汗とかは普通につくし、唾液とかもついてもおかしいのに一切ついてなくて、どうやったんだろうみたいな、で逆に DNA 出てるんですよ。捜査関係者の DNA がいっぱい出てるんですよ。なんですけれども、お兄ちゃんのは一切出てなくて、その真犯人につながるかもっていう DNA が1個出てるんですよ。その捜査関係者のものでもない、鑑定に関わった人でもない人の DNA が出てるんですよ1個、なのに全く何も出てないお兄ちゃんは犯人だって言うんで、そんなことあるみたいな。その DNA の人は特定されてるんですか？特定されてないんですよ未だに、でその人が犯人じゃないのかっていう話があって、その第三者の DNA って型的に言うと日本人らしいんですね。でお兄ちゃんって人種的に言うと両親ともに台湾人なんで、出る方が違うらしいんですって、誰なんだろうみたいな。でそれは捜索されない？捜索されない、でそれも二審の途中で出てきたんですよ、その証拠が。なんで結局追及とかがされなくて、なんかわからない人のが結局残っちゃったままで、お兄ちゃんの自白も宙ぶらりんになっちゃって、なんかわけのわからない状況で有罪になってるんで、なんか納得ができないというか。ハスさんとしてはその本当のことを知りたいみたいな感じ？そうなんですよ、本当のことを知りたいだけ。なんか動機もないんですっけ？そうなんですよ、動機も分かってなくて、わいせつ目的で誘拐して顔バレしたから殺害したっていうのが最初のストーリーだったんですけれども、結局わいせつもされてない、兄の DNA も出てないってなって、で胸だけ10箇所刺されてる。なんでそんなことが起きるのみたいな。ナイフでされたんですか？ナイフか分かってない、ナイフかも分かってない。なんか判決文だとナイフのようなものって感じになってて、一審の時はバタフライナイフって特定してたんですよ。でその鑑定した結果、バタフライナイフじゃないよねっていうのが分かって、判決文ではナイフみたいなもので刺したってことになってて、なんか分からないことめっちゃ多いじゃないですか。はい。それは捜索はされてないんですか？なんか事件の究明は今は進んでないんですか？進んでないです、逮捕した時点で終わってしまい、ただ裁判の中でいろいろ出てきた謎があまりにも多いんで、まあ、冤罪説が疑われている。で私自身冤罪だと思ってるっていう感じですね。先
さっきの話もらっちゃうんですけど、組み立ての仕事されてて、はい、それ多分今はされてないですよね。今はシステムエンジニアやってます。あ、そうなんですか。はい、それで家族を養ってるって感じなんですかね。前は。あ、前は。今は。今は月1、2万円の生活してます。あ、そうなんですね。はい、生きていけるもんなんですね。なんか私うつ病の治療を今してて、結構支払い待ってもらったりとかしてて、所得めっちゃ抑えてるっていうか全然ないんで、所得税とかも基本最低限、ほんと最低のラインで生きてるんで全然いけますね。妻にも支えてもらってるんですけど。あ、はいはいはい、はい、お母さん話変わっちゃうんですけど、はい、面会とかはいけるんですか。あ、頻繁に行きます。毎月行ってますね今のところ。あ、そうなんですね。はい。そのどういうこと話されるんですか。最新に向けて今どういう状況なのかっていうのとかと、今最新法改正っていうのやってて、日本の場合って公判前整理手続きっていうので、まあ、こういう証拠あるよって出るんですけど、それって全部は見られないんですよ。日本の場合って有罪になってるものしか見れなくて、それを最新法を変えて再審をするときには全部見れるようにしようみたいな制度にしようっていうのをやってて、その状況とか、まあ、それが変わるとお兄ちゃんが再審請求するときに条件が良くなるんですけれども、だからそういうのやったりとか、あと外の様子、まあ、うちの家族の様子とか支援者とかの様子とかを伝えたりしてますね。あとお兄ちゃんの近況とか聞いたりとか、中の生活どうみたいな。中の生活とかどういう風に答えられてました。刑務所の中って食事がまずいんですよ。塩気も抑えてるし、最低限の食事なんですけれども、この間あの食中毒があったんですよ、千葉刑務所の中で。でなって外からお弁当が入ってきて、お弁当がめっちゃ美味しいって。朝ごはんもいつもだと本当コッペパンとからしいんですけど、菓子パンが入ってきたっていう、めっちゃ喜んでて。それっていつぐらいの話ですか、その菓子パンとか。1ヶ月前ぐらい。あ、もう本当に最近の。もう最近の話で。やっぱずっと、まあ、否定はされてるってことですよね。はい、否認はしてて。否認は何年間ぐらい続けてるんですか。10年。あ、10年間。はい、なんか自分が自白さえしなければこうはならなかったみたいな、家族を巻き込むこともなかったって言ってるんですけれども、しないで耐え続ける方がまあ難しいんじゃないかって思いますね。ここからそのひっくり返すの難しいんですかね、可能性としては。難しいです。難しいんですけれども、お兄ちゃんのこの事件の場合だと、とりあえず自白はほぼ崩れてるで、状況証拠ももうほぼないに等しいっていうところで、そこがとても難しくて、普通自白崩れてれば無罪が言い渡されてもおかしくない、けどこの事件の場合、最初逮捕した時の起訴内容、殺害場所、殺害方法、殺害日時を全部変えちゃったんですよ、裁判の中で。殺害場所は分からなくても、栃木県、茨城県を含む周辺のどこか、殺害方法も分からなくてもいい、凶器も分からなくてもいい、だけど自白あるからっていう、なんかすごいざっくりな認め方をおっしゃったんで、それぞれが薄っぺらい、なんかトランプタワーみたいな、もう本当カビ一重で有罪を保ってるような事件なんで、でなんか判決文の書き方もすごい優秀というか、ひっくり返しにくいように書いてて、ここがこうだから有罪だよねっていう書き方はしてないんですよ。ここがこうじゃないから有罪であるっていう書き方をしてて、そんなざっくりと書かれたやつをどうやってひっくり返すのっていうところがちょっと難しくて、とはいえいろいろ証拠も集まりつつあって、今年その弁護団ができて、来年再審請求したいなみたいな感じで進めているんですよね。いろいろちょっといいですか。あ、大丈夫です。今でもまずちょっと戻っちゃうんですけど、あの2005年ですよね、事件なの、はい、私その時高校1年生で、テレビで結構大きく報道されましたよね。あ、されてました。そうそう、僕もまあ何度か当時見たんですけど、でなんか未解決事件みたいな感じで数年に1回ぐらいニュースに出てきてるなっていうのなんとなく覚えてたんですけど、で結構大規模に捜査してますよね。確かしましたですよね。あれってその時効っていつだったんですか。殺人と死体遺棄の時効はなくて、誘拐の時効は切れてます。あー、なるほど。で、お兄様が逮捕されたのが2014年ですよね。9年後ですか。はい、結構その国があれだけニュースでも定期的に報道されるぐらいの事件だったから、かなりその捜査本部とか組んで大規模にやってたと思うんですよ、はい、だからその何としても型をつけなきゃみたいなっていうのがやっぱありましたよね、警察のプライドというかメンツとして、はい、でそれでまあ結局迷宮入りしちゃったら、そのまあ警察の固形に関わるじゃないですけど、まあ、それでその中でこれだったら可能性あるかもしれないって思うのがお兄様だったっていうことですよね、要するに。うん、あとその弁護士さんって最初どんな方が疲れていました、その商標法違反の時って。商標法違反の時は最初国選の当番弁護士の方がついて、やっぱそうかなんですけど、最初その方が商標法の時について、うん、途中で保釈申請が認められなかったんですよ、はい、でんってなって、うん、でお兄ちゃんに聞いたら何も言えないって言って、うんうん、たらんってなって、でそしたらそのうち殺人で取り調べを受けてるっていうのが分かって、それで冤罪に強い弁護士さんが一人入って、うん、
って、うん、その人がもう一人見つけてきて最初3人、あ、じゃあ商標法違反で捕まってる時にあなたは人も殺したことあるよねって言われた、そのタイミングでは国選の人しかついてなかった。そうです、やっぱりそうか、僕多分そうだと思ったんですよね。その時に多分その国選しかついてないってとこを狙われて多分やられたんだろうなって思って、うん、その国選弁護士と支店弁護士で全然腕が違うんですよ。っていうのがその3つの話を覚えてます、3つチャンネル覚えてます。そうそうそう、3つが捕まった時も3つは最初国選弁護士しかつけてなくて、うん、だからその変なおじいちゃんみたいなのが出てきて、それで、あー YouTube が、うん、みたいな、おうおうでガラケーでなんかピコピコやりながらやったみたいな話を覚えてます。あ、はいはいはい、その国選弁護士ってその50万円以下の視力しかない人に割り振られるんですよね。で50万円以上 あのお金を持ってたら視線弁護士をつけなきゃいけないっていう決まりがあるんですけど、うん、視線弁護士にすると腕がいい人が来るっていうか、うん、国選弁護士も一から全部説明しなきゃ、はい、まあ、いけないし、あの言い方悪いですけど腕も良くないので、その状況で商標法違反のまあよくあるそのね偽ブランドを売っちゃったんでしょみたいな感じで出てきて、いきなり人殺したよねって言われたら、その国選弁護士の人もえほえみたいな感じに多分、うん、まあ、なっちゃったんだろうなって。そうなんです、おっしゃる通りですね。でそれって結構最後の方に出してきたんですよね、その取り調べのその殺人についてっていうのは。あ、そうです。あ、だ多分もう20日目ぐらいとかですよね、おそらく。あ、そうです、そうです。あ、やっぱりそうだ、その最後の方でもうだから交渉の時間がないぐらいの時期にそれ出してきて、ええわたわたってなってる時にはい行ったよねみたいなっていうのでやられたってことですよね。あ、そうです。あ、はめられましたね、完全に。うん、まさしくそう。ああ、絶対そうだと思った。あ、もうだから最初からその20日目ぐらいでやったろってのもう多分考えてたんでしょうね、最初から。もうそうなんですよ、うん。刑事ドラマとか見てる人がだと、なんか弁護士が来るまで何も喋りませんみたいなっていうシーンとかよく出てくるじゃないですか。だから弁護士に確認する前に喋っちゃったら不利になるとかいう感覚が多分肌感覚で分からなかったんじゃないのかなって思って。あ、ですよね。だからもう刑事さんに言われたから書かなきゃいけないんだみたいなっていうので、その場の流れで書いちゃった、はい、っていうことですよね。よくそんな分かりますね、なんか。うん、まあだって実際経験したんだこういう感じで来たんだろうなっていうのはね、おそらく。で最終的に、まあ、別の誰か分かってない DNA が出てきてるんですよね、はい。まあはっきりじゃえばそいつじゃないですか。そいつなんです。はっきりじゃえばそいつじゃないですか。だってそれ以外考えられないとか、はい、その誰か分かんないその DNA がお兄さんじゃないことは確定してるわけですよね、はい、その時点で無罪って普通は考えるけど、うん、なんでそれが覆らないかっていうと、警察、検察としてのプライドがあるから、一回こいつ有罪だって言っちゃったものをひっくり返しちゃったら、すいません違いましたって言っちゃうと、その保険が保てなくなるんで、警察とかその検察とかに対する信頼みたいなのを失われちゃうから、だから覆さないんですよ。だから林さんの事件の時も、林さんも言ってたじゃないですか、なんかぶっちゃけ他にこいつやっただろうってやついると。あー、カレカレ事件だね。そう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 。だけどあれも国が最初に林真澄さんがやったっていうので大々的にバンって出ちゃったから、もう覆せないんですよね。さっきの真犯人も探さないという、うん、でもそれは探せないんだと思います。その DNA ってデータが一致しないと、そう、照合できないんで、例えばですけど逮捕歴がある人の DNA っていうのはデータが残るんですよ、うん、でそういうのをデータベースで取っておいて、過去に犯罪歴、逮捕歴とかがある人とこの出てきた DNA が一致したらこれだねって分かるんですけど、何もトモクさんって取られたことないですよね、こういう DNA とか。もちろん。だからもしその犯人がトモオクさんだったとしたら、それは照合できないんですよ。ああ、なんかすごい状況が分かりましたね、うん、ありがとうございます。めっちゃ分かりやすかったっていう感じですね。じゃあ最後にその、まあ、現在の活動の内容とかってお聞きしてもいいですかね。あ、はい、今どういう活動されているのかと。なんか最近は冤罪を訴えている事件がいくつかあるんですけれども、自分の事件以外にもそういう事件の普及とかそういうのをやっているコミュニティが存在してるんですよ。でそこでいろいろ訴えとかして募金集めたりとか、そういうことしてるんで、あと再審法の改正目指してるんで、まあ、そこら辺をやってるのと、なんか今日せっかく出してもらったんでみんなに知ってほしいのが、冤罪ってマジで怖いっていうの。なんか急に、え、それで私有罪なのみたいなこと平気であるんですよね。万が一遭遇した時にどうやって身を守るとかをこう知ってほしいですね。なんか身を守る術を知らないと基本人生めちゃくちゃ、控えめに行ってめちゃくちゃで、行き過ぎたらもう取り返しがつかないみたいな。例えば林さんとかもそうだし、私もそうだし、声を発信している人の話を聞いてほしいですね、うん、あとあれですかね、重要なのは弁護士が来るまで何も喋らんぞはマジでやってほしい。はい、そう、本当に、あのちゃんとした弁護士が来るまでは警察にお前これやったんだろうとかこうだよねって言われても絶対それには乗っちゃダメです。へえ、ありがとうございます。ありがとうございました。それだけなのに I'm in fuck you この街の空に I'm inこんな時代のそばに I'm really trusting you 代わりもいなくて I'm keeping make my way となり